急に一日オフができたもので、そうだ、弾丸京都へ行こうということになりまして、新幹線です。お天気に恵まれました。富士山綺麗ですね。京都駅に着きました。インバウンドの観光客はだいぶ戻ってきているようです。駅前のバスターミナル、すごい混雑ですね。1台目じゃ乗れないと思う。ということで、時間を惜しむ旅につき、タクシーで目的地へ向かいます。岡崎エリアとは、京都市の都市部と東山山麓の間にある静かな住宅地を言います。静かですね。京都駅前の人混みが嘘のようです。観光客、外国人も日本人もいないんですけど、ちょっと独り占めで嬉しいですね。琵琶湖疎水に出ました。桜並木があるので、もうちょっと後だったら満開見れたかな。いいですね。秋は紅葉もいいそうですよ。疎水に沿って散歩するのも楽しそうですね。ここは三条通り沿いなんですけれども、京都の地元の方々が好きそうなお店がたくさんあります。三条通り沿いにはこのような小規模のホテルが非常にたくさん建っています。お隣の一軒家と同じ大きさのホテルですもんね。博物館や美術館などの文化施設が集まっている大人向けのエリアです。ぴったりです。トラベリングゴージャス世代。ブラブラ歩いているといい出会いがあります。京都とパリは本当によく合いますね。去年取材させていただいたフォション京都もそうでしたもんね。似てるんでしょうね、歴史的背景とか。こちらはギャラリーとしても貸し出しているようなんですけれども、展示内容もおしゃれで、建物もおしゃれで、平安神宮前の神宮道沿いにあります。話題の岡崎エリアで今最も注目されているといえば、京セラ美術館、2020年にリニューアルオープンして話題になってますね。エントランスは西側にあります。地下1階から入るようになってます。空いてますね。海外からの観光客もまだここまでは足を伸ばしてないんでしょうかね。スタッフの方の制服はビームスだそうで、スモックと同色のサコッシュのセットが可愛い。大きな階段を登っていくと中央ホールに着きます。天井高が16メートルちょっとあるそうで、抜け感が半端ないですね。こちらが改装オープン時に話題になった螺旋階段です。これは新しく建設されたものだそうです。コレクションルームでは日本画の素晴らしさを再確認することができます。見てください、この帯揚げの絞り。とにかく建築そのものが素晴らしい。1920年から30年代の日本で流行した和洋折衷の定款様式というそうです。中央ホールを抜けて東側に出ると、ガラス越しに日本庭園を楽しむスペースがあります。お天気がいいので素晴らしい
眺めですね。このエリアはもう一つの展示室、東山キューブへ続くガラスの廊下になってます。2階に上がる階段を登っていくと何があるんでしょうか。談話室に到着しました。こちらも誰でも利用できるエリアのようですね。子どもさんを対象にしたレクチャーなども行われているようです。2階も天井高いですね。やっぱりいいですね、この時代の建築は。新館の東山キューブの上にあるテラスへは館外から直接上がれる階段があります。結構長い階段です。休憩スペースとして自由に使えるんでしょうかね。テイクアウトしてランチとかしても大丈夫なんでしょうかね。とにかくこのスペーシーな感じが気持ちいいですね。日本庭園の中も歩くことができます。あちこち無造作に置いてあるものは実は展示物だったりします。アート作品なんですね。そしてこちらは南側の玄関です。元の建物がそのまま残されているようです。この扉も古いものそのまま、美しいですね。で、西側のメインエントランスのところに戻る感じです。エントランス入って左手にはミュージアムショップがあります。美術館、博物館のカフェというとちょっと残念なところも多いのですが、こちらはぜひランチも体験していただきたい。京都ローカルに人気のサルシッチャデリのサルシッチャと京野菜のグリルの盛り合わせ、クラフトビールが楽しめます。この岡崎エリアには複数の美術館、博物館、劇場など文化施設がぎゅっとまとまってあるんですね。見どころが非常に多いです。都メッセ地下にあるのが京都伝統産業ミュージアム。京都市の伝統産業74品目すべてここにあります。ここに来れば京都の伝統産業すべてを学べるってことですね。知らないことの多さに驚きます。海外からのお友達を連れていくのもいいですね。入場無料というのも太っ腹ですね。京都市動物園もあります。琵琶湖疎水のすぐそばに立っています。京都市が運営しているのでなんと750円。いわゆる動物園の匂いがしないのが不思議ですね。マスク外してますけど、空気の流れが良いのでしょうか。かわいい。こちらは類人猿舎がかなり充実しています。一番人気はゴリラなんですけど、人気がありすぎて撮影できませんでした。ワオキツネザルですね。いいですね、なんか意外と近くで見れるのは不思議です。
こちらの動物園は絶滅危惧種の繁殖にも力を入れているそうで、リクガメの赤ちゃんがいました。すごいちっちゃい、両手に3匹乗るくらいの大きさです。柵があるものの結構近くで見ることができるので、普通の動物園よりも大きさをリアルに感じられるかも。猛獣ワールドも充実してまして、ヒョウとかチーターとか。カバもかなり至近距離で見ることができるので、大きさに結構圧倒されます。大型動物は柵の外にお堀があったり水路があったりして、結構遠くから見るイメージなんですけど、この動物園は本当に近いです。ふれあいコーナーはヤギと羊が待機してました。ロバの目は優しいですね。癒されますね。東側のエントランスから出ると疎水公園の方に出ることができます。自然豊かなエリアですね。いいですね。